去年と同じような感じだな。あの日立レッドは小さい小さい。もう大きくならないですか、これから雨降って。いや、まだ大きくなるけど、はい、小さいよ、やっぱ普通と比べてな、うん、じゃあ帰って囲われなくていいかもしれない。はい、あー、もう専門用語帰っていいかもしれない。具体的に、あのね、はい、あ、うん、急激に肥大するとさ、はい、あの割れるんだよ。あ、肉割れ状態ですか。そうそうそう、それが少ないから帰っていいんじゃないの。あ、味濃いですかね。あ、今年はうまいな、これ。はい、じゃああれ、一箱に入る個数って、うん、ちょっと数大きなあります、日立レッド。うん、まあ、でも20個から22個。はい。ぐらいじゃねえかな。5キロってか大きい箱だろ。はいはい。20個から22個。はい。まあ、18個もあるかもしれない。おお、じゃあ大きいのもあるんですね。だから黎明に比べればでかいからさ、はい、ずっと黎明はこれから雨が降れば大きくなる、まだ分かる、これ今思い出る。これはだな、いつもだったらほら梅雨の最中の収穫だからさ、はい、味が薄いんだけど今年はうまいよ。うまいよって思う、まあだからもともと酸味もある品種だから、はい、当然糖度も上がるけど、その分酸っぱさも強くなるけどな。あ、そうなんですか。まずいわな、はい、だけど、あの、うまい、はい、ね、カイさん、酸っぱいよ、だけど、うん、酸っぱいよ、はい、酸っぱいけどうまいっていうのは、まあ、食ってみないとちょっと食べた、まだ食べてないんだろう。やっぱ柔らかいのねえかな。あ、雨降ってきましたね。雨ね、うん、雨もういいよ、この辺ここまでで終わりだ、今日。あ、じゃあ、なんだっけ、早くて17日くらいから収穫が始まるとすると、ああ発送できるのって20日、ね、今日が17、始まらない始まらないな。ほら、だってちょっと先端が赤くなってきただけだろ。どれがそれ、そう、その、それ、あ、その袋、ね、この桃の次の列。あ、あれですか、はい。昨日ちょっとその辺外袋取ったばっかりなんで、上の方、はい、まだ下の方は取ってねえじゃん、はい、二重袋さ、はい、でもちょっと、まあ、であの程度だからね、まだ1週間じゃ取れないと思うけどね、はい、やっぱ20日ぐらいなんだろうかな。あ、じゃあ発送は23日ぐらいから、見込み。そう、それあくまでも見込みだからさ、はい、わかんないよ、はい、いつものことだけど、わかんないよ、はい、うん、